ミハイル・リフィッツは、ウズベキスタン出身のピアニスト、タシュケント生まれ、ドイツ在住。ウズベキスタンの音楽ファミリーに生まれた。彼は5歳より、音楽学校でピアノを始める。13歳の時、ラフマニノフのピアノ競奏曲、第2番でデビュー。1999年から2008年まで、ドイツ派のオファー音楽演劇大学に学ぶ。ここで、カール、 ハインツ・コマーリング及びベルント・グツカに支持。また2005年、イタリア・イモラ国際ピアノ・アカデミー、巨匠との出会いで、ボリス・ペトルーションスキーより支持。2009年、アメリカ・ニューヨークのカーネギー・ホールデビュー。以降、ニューヨーク・リンカーン・センター、フランス・パリのルーブル美術館、イタリア・フィレンツェ・ミラノ、中国、北京、スイス・チューリッヒなどで、国際的に演奏活動を始める。 それ以外にも、ショパンフェスティバルを含むフランス、ドイツ、ポーランド、イタリア、アメリカにおける国際フェスティバルに多数招待されている。2011年ドイツのオーケストラ DSO、ドイチェシンフォニーオーケスターベルリンと共演。ベルリンデビュー。また同年キーボードトラストプライズウィナーシリーズより、演奏が高く評価され、ロンドンのウィグモアホールにてデビュー。2012年イタリアの名門。 デッカユニバーサルクラシックよりモーツァルトで CD デビュー。ありがとうございます。